鈴木福の耳より広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けします。今回のテーマはこちらです。広島まちづくりデザイン賞の募集が始まっています。今回で19回目を迎えるそうです。前回の受賞作品の紹介と合わせて応募要領などをリポートしてもらいます。はい、まずは広島まちづくりデザイン賞とはどんなものなのか、こちらをご覧ください。広島まちづくりデザイン賞では、魅力あるまちづくりを進めるために良好な景観づくりに貢献している広島市内の建築物や看板、活動などを募集して優れたものを表彰しています。どんなものが受賞したのか、前回の作品をご紹介します。まずはこちら、広島市民におなじみの広島アンデルセン、大賞を受賞しました。選考理由は何でしょうか。被爆建物の建て替えと一部保存が同時に行われていて、町の記憶の継承という観点からも重要な役割を担う広島らしい建物です。緑が少ない都心部で、町中オアシスのようなポケットパークも評価されました。続いて佐伯区にやってきました。こちらは町並み部門賞を受賞したミナガルテンコミュニティエリアです。園芸倉庫のリノベーションによる新しさを感じる建築物です。近隣住民の居場所にもなっていて、新たな町並みの景観を形成する手法としても評価されました。突然ですが、ここでクイズです。大賞受賞者には表彰状の他に副賞が贈呈されますが、それは次のうちどれでしょう。A. トロフィーとメダル、 B. 名盤と盾、 C. ボールペンとメモ帳。では考えてもらっている間に募集のお知らせとお願いです。皆さんのお好きな広島の景観、次戦他戦は問いません。応募用紙に写真を添えて電子メールや郵便でお送りください。募集は令和6年1月31日まで、賞の発表と表彰は令和6年の秋の予定です。詳しくは第19回広島まちづくりデザイン賞で検索をお願いします。では答えはこちら、 B の名盤と盾です。これちょっと持ってみてもいいですか。はい。おお、ずっしり重たいですね。さすが大賞にふさわしいです。たくさんのご応募お待ちしています。11月19日日曜日に広島国際会議場とその周辺で参加型イベント国際フェスタ2023が開催されます。詳しい内容はホームページをご覧ください。皆さんの好きな広島の景観をどなたでも応募できるみたいですよ。募集は来年の1月末までです。皆さんで魅力的な広島を見つけましょう。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか。それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。